です。3日前のことなんですけどね。予選第3試合の相手はデータに基づく作戦においては右に出るものなしの御影洗脳です。御影洗脳、イレブンバンドなどのツールを使いこなして戦うチームだ。ここで問題。あなたたちに間もなく新たな試練が訪れます。さてそれは一体何でしょう。またそれか。超金運だな。いかにも。不正アクセス容疑で逮捕する。え、おい、マジかよ。どういうことですかな。監督、何かの間違いです。すぐ戻ります。新しい試練自分に訪れちゃってる。監督が自分のパソコンから国の機密情報に不正アクセスしてたみたいで。そんなことしてたの。つまりはスパイですね。もうすぐキックオフです。監督は戻れそうにないですね。取り調べの間はここにいてもらう。嫌だと言ったら。よっ、おっ、おっ、なんて、おおおおおとなしくしてろ。雷門中隊御影洗脳、間もなくキックオフです。俺たちだけでしっかりやるしかない。はい、でもどうすればいいんだろう。監督からだ。てっぺん目指そう、まっすぐ向かってスタート切ろう。てっぺんへ、そうてっぺんさ、てっぺんしか見えない。生きてるだけで糧にやってくる勝負どころ、2つに1つ選べてついに来ちまった。焦ることはない、運命は決まってたんだ。どうする、やるかやめるか、やめちまうか。いらーやるだろ。間違うことを恐れるな、諦めることを怖がろう。心配ないさ、信じ合えるチームだろう。全員で進むぜ、俺たちは間違えない。時から重ねた時間、決して無駄にはしない。てっぺん目指そう、まっすぐ向かってスタート切ろう。てっぺんへ、そうてっぺんさ、てっぺんしか見えないさ。ダッシュするぜ、猛烈ダッシュ、猛烈猛烈ダッシュダッシュ、ダッダダダダダダダ、激ダッシュ、激アツ激烈激ダッシュ。いない日、メカで育てる目から鱗の新鮮野菜。ベジメックは御影洗脳を応援しています。そうだ、今日行こう、感動の旅へ。アイランド観光は。監督からだ。捕まっちゃった。てへって場合か。というかこれどこから。今回は牢屋から指示します。イエーイ。顔文字読まなくていいんですけど。あ、そう？ん？例の緊急作戦を使いますだって。あれか。あれって緊急の時に使えるかもしれないけど使えないかもしれない作戦。他にもカラスの行水大作戦とかお尻プリプリ大作戦とかいろいろね。それ絶対使えないでしょ。作戦成功の鍵となる選手は海原のりか。任せて。日和正勝。僕ですか。のりか、あの特訓頑張ったもんな。うん。日和は監督の雑用は手伝いましたけど。それお手伝いが必殺技のヒントになるんじゃないごすかね。全然わかんないんですけど、はっきり言って。さっきの監督からのメッセージを信じるしかない。3、2、1、さあキックオフです。
飛ぶ鳥を落とす勢い大作戦だって。いきなりあれか。行くぞ、飛ぶ鳥を落とす勢い大作戦スタート。大門、戦士たち全員が御影戦の陣へ攻め上がっていく。よっしゃ。全員、これが飛ぶ鳥を落とす勢いってこと？はい。そう簡単にはいきませんよ。御影戦の一気に守りを固める。3、2、いや、小僧丸が切り込む。今です。いや、それでシュートポケット。御影戦の止めた。しまった、自分たちの陣がガラ空きじゃないですか。今だ、行くぞ。上がれ。そう、そこにしか出せませんよね。全員で上がっているライモンイレブン、完全に裏を突かれた。手塩にかけて栽培してきたイレブンです。このチャンスは逃しませんよ。敵はここぞとばかりの猛烈な勢いで攻めてくる。しかしその飛ぶ鳥を。3、2、1。今何を。わかりました。では校舎中の床をきれいにしてください。僕は終わることのない雑巾がけをやらされました。そう、いや、ひどい。そしていつしか同志とも言える雑巾に名前をつけてたんです。頑張りましょう、ゾウさん、キンさん。来てんな。そんなこんなで妙な雑巾掛けテクを自分の欲しいままにしてしまったのです。今こそ使う時。落ちろ飛ぶ鳥、シューティングカット。おっと、カットされました。何？やりました。俺より先に必殺技を。なんてそこかよ。守りが手薄になっている御影戦の絵切り込んでいく。そしてもらった。ゴール、やった。ライモン、トリッキーな作戦で御影戦の翻弄。今頃1点。この調子でいけば余裕ですね。どこからこんなもの。これはまずいですよ。ここからです。攻撃だ。さあ、御影戦の一気に攻め込む。指示来ないな。でもこういう風に攻め込まれてるってことは。肉を切らせて骨を断つ大作戦。肉を切らせて骨を断つ？つまり自分自身も傷つく覚悟をして相手に大きなダメージを与えることの例え。へえ、さすがアンナちゃん。って意味はそうなんですけど、どういう作戦なんでしょう。計算されたポジショニング、的確なパス回しにライモンのディフェンスついていけてない。ディフェンスのみんな守ろうとしていない。あと10秒で指示を出さねば。もう少し。何してる。ライモン、どうした。自陣がガラ空きだ。作戦成功の鍵となる選手は海原のりか。監督の指示はないけど、今こそあの特訓の成果を見せる。きっと僕みたいに雑用やらされますよ。得意だよ、うちでも手伝ってたし。のりかくん、あなたにやってもらうのはどうでもいい雑用などではありません。どうでもいい。これです。
それを止められれば合格です。めちゃくちゃ本格的じゃないですか。どうして僕だけ雑巾。こんな特訓ひどいです。アスト、いいの、私やってみる。どうしたんです？私にはもう無理です。うん、結構です。私の見当違いでした。無理なことを頼んでしまいましたね。監督！本当、大丈夫？ありがとう。おやすみ。おやすみ！お母さん、大収穫？あ、でかっ。あ、やっぱりお宝は。やっぱりお宝は深く潜ったとこにあるね。深く潜ったとこ。もっと深く、もっと深く。やったじゃない、ノリカ。よし、母さんも負けないよ。私だって。もっと深く。深く潜るみたいに頑張れば。ノリカ、一人で行くなよな。そうですよ、まったく。持ってきたよ、ヨネさん特製サンド。みんな、ありがとう。一生懸命頑張れば引き寄せられる。お宝だって勝利だって。二ヶ月戦闘一気にゴールへ。ヨット、シュート！渦巻きだ！ハート！止めた！なに？シャー！肉を切らせて！一刀両断！ボールが一気に出て。あんな簡単に。相手が計画的なポジショニングをする二影洗脳だからこそだ。その裏を書いてるんですね。あっそう。よし、行かせるんか。ノリカが止めたんだ。俺だって。浮いた。もらった。まさに稲光ダッシュ。名付けちゃった。ガイア、これで。ゴール！しゃあ！そろそろですかな。やりましたね、ノリカ君。作戦ならまだまだあるぜ。馬の耳に念仏大作戦、
パンがなければケーキを食べればいいじゃないか大作戦もな。もっと上がれ。試合終了。やったな。だが次の相手は帝国学園だ。この程度の作戦では絶対に勝てない。なんか日に日に強くなってる。稲森、油断するな。帝国は強い。星翔以上の実力を持っているだろう。はい。ちょ、ねえ、今俺機動さんと話したんだけど。いいもの持ってきたぞ。こういうの好きだろ。置いとくな、熊蔵の隣に。お、監督戻ってこられたんですね。完全な濡れ衣でしたよ。でも一体どうして。あの、僕のせいなんです。お、お面、監督の子分っぽい人だ。し、はい、リ・コブンです。名前もコブン。まあもうこのことは。実は監督に頼まれて送った無夫婦な画像ファイルがウイルスにやられてて。え、無夫婦って。だからもう、そのせいでパソコンが乗っ取られ、機密情報にアクセスしてしまったんです。すいません、僕があんな、あんなすっごく無夫婦な画像さえ送らなければ。ムフフってどんな画像だ。監督スパイじゃなかったんですね。むしろスパイであってほしかった気が。じゃあはい、気を取り直して。うわ、無理やり。はい、次の対戦相手はあの帝国学園です。帝国学園は40年間実力ナンバーワンの座を守ってきました。40年。今年のチームランキング1位は青少学園に譲りましたけどね。ポイントはこの3つ。皇帝ペンギン2号は強力な必殺技、天才ゲームメーカーがいることで戦略的に飛び抜けていた。そして総帥にして監督の影山レイジ、勝つためには手段を選ばない人で危険行為で刑務所に入った。でも最近舞い戻ったんです。悪どい手使ったんじゃねえか。今の帝国学園は鬼道優斗が抜けてゲームメーカーがいないはず。それでも強いのはなぜなんでしょう。最近帝国学園の練習試合は非公開で謎に包まれている。それに奇妙なことがあるんだ。帝国に負けたチームは必ず調子を崩して連敗続きらしい。なんか呪われてるみたい。どういうこと。帝国学園のデータ手に入れておきました。そうか、うん、ちょっと寄っていこうか。お待たせ。野坂さん、よくそんなたくさん。はい。ありがとうございます。今帝国学園で注目すべきなのはこの男だね。転入したばかりの不動明夫。何者なんでしょう。まさにそれみたいな存在かもね。うん、炎の激辛ハバネロペッパー味。え、ハバネロ。一つ辛いのが混じってることで全体を美味しく感じられることもあるよね。まさかその説明のためにこれを。うん、遅いぞ不動。はいはい、キャプテンさん。にしても機動がいないとはな、がっかりだよ。総帥からのお話だ。しっかり聞くように。刑務所に入ってたやつの話をか。まずは新たな部員を紹介する。俺以外にもいんのかよ。紹介しよう。締めに川かげるだ。総帥に紹介してもらえちゃうとか。締めに川かげるでーつ。総帥これ控えめに言って最高です。なんだあいつ。学園のお偉いさんの息子らしい。これよりシミリガーも交えてライボン対策会議だ。
雷門ごときに対策か。お前たちは今の雷門を知らない。雷門は愚か、自分たちの実力もな。では帝国戦に備えて特訓をしてもらいます。今回は特訓ってちゃんと言うんですね。これまでだいぶ楽させちゃったみたいですからね。今回は正統派のスペシャルな特訓ですよ。スペシャルな特訓？みんな、みんなどうしたんですか？ゴーレム君がちょっと痩せてるような気がする。一体何が起きたの？恋する乙女よ、あいつをずっと待つ身よ。悲しい悲しい雨模様、このまま流れ消えちゃうよ。素直な子になれない、会いたいと伝えられない。あっためあっため純情が、私は恋する乙女よ。本当の私は弱いよ。だけれど口から出ちゃうよ、憎まれ口が出ちゃうのよ。可愛い性格羨ましい、甘えたりおねだりしたり、あてぎ甘い変なジョークが、私は恋する乙女よ。本当の私は弱いよ。だけれど口から出ちゃうよ、憎まれ口が出ちゃうのよ。立ちはだかる帝国学園、あいつら一体何をしようとしているんだ。次回稲妻イレブンアレスの天秤、総帥影山レイジの秘策。稲妻イレブン今日の格言。一生懸命頑張れば引き寄せられる。お宝だって勝利だって。以上